今日は女優の河村ゆきえさんを取り上げます。河村ゆきえさんは1986年に北海道の小樽市で生まれ、その後神奈川県と千葉県で育ちました。彼女は3人兄弟の末っ子で、2003年に高校3年生の時にグラビアデビューを果たしました。同年には週刊ヤングジャンプのセイコレ2003で10グランプリを受賞しました。当時のインタビューによれば、河村さんが使用していた自分の命よりも大切なものってやっぱりあるんだよ。ニップレスを剥がすと血が出ることもあったそうです。そのため河村さんの乳首は酷使されてしまったと語っています。河村ゆきえさんはグラビアアイドルとして写真集や DVD を発売する一方で、2006年には映画気球クラブ、その後で女優デビューを果たしました。2007年には NHK の連続テレビ小説どんど晴れに出演し、2008年からは自動車関係の情報番組激走 GT の6代目司会者を務めました。また浜田雅俊さん司会の人気番組芸能人格付けチェックにも出演しました。河村さんは2016年に一時的にグラビア活動を停止しましたが、2018年に約2年半ぶりにグラビアを再開しました。その際の週刊プレイボーイでのグラビアは、乳輪が透けているのではと話題となりました。2019年11月にはロックバンド、バックナンバーの栗原久志さんと結婚し、2021年には第一子を出産しました。現在、河村さんはグラビア活動を卒業し、タレントと女優業を主な活動としています。彼女の変わらぬ美貌を見ることができるのはツイッターで、ファンからは再びグラビアに復帰してほしいという声も上がっています。これからも河村ゆきえさんの活動を期待し、応援していきましょう。このチャンネルでは、女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。